こんにちは。ちょっとね、荷物が届きました。じゃーん。はい、アドビからね、この大きな箱、荷物が届いたんで、ちょっとこれ、中を開けてみたいと思います。これね、10月の下旬に行われたアドビマックスで購入した商品なんですね。もうね、私がね、注文しようと思ったらね、ほとんどいい商品はなくなっていたんですけれど、何注文したっけ？あ、こんな感じです。これクッション材。あ、何か出てきた。これ、ハードカバーのノートですね。ハードカバーのノート。そして、手拭い、あれこれって書いてる。手拭い。はい、手拭い。あとこれ、大きいんですけど、これね、クッション？クッションだったっけ？はい、この3点、よいしょ、この3点を、今回購入したんですね。ちょっと中を開けてみましょうか。はい、まずこれ、結構ね、クッション材、プチプチに入ってるんですけど、はい、こんな感じ。はい、これプレミアプロの、あ、フォトショップのハードカバーのノート、無地かな、無地のノート、こういった何も書いてませんけど、まあ、使わなくてもね、インテリアでいいのかなっていうね、アドビフォトショップのね、ノート、ハードカバーのノートでございます。そしてね、これ手拭い、あれこれって、アドビの手拭い、いいですね。これなんか開けましょうか。あ、これ、お、なんかすごいよ。アドビとのコラボ商品ですって書いてますね。よいしょ、抜きます。パーンと広げます。あ、かっこいいデザイン、かわいいデザインの、ちょっと下がりましょうか。はい、かわいいデザインのAdobe XD のね、Adobe XD の可愛い柄の、手拭いです。あ、これいいですね。はい。そして、この大きいやつ。この大きいやつは、これ、どうやって開けばいいのかな？破ります。これ、圧縮されてますね。あ、よいしょ。開かない、開いた。圧縮されていて、あ、膨らんできた。はい、これクッション、ちょっと小さいんですけどね、はい、クッションでございます、クリエイタークラウド、アドビクリエイタークラウドのロゴの入った、小さめの、クッション、向こうに YouTube のクッションがあるんでね、お揃いで、揃えたいな、お揃いで置きたいと思います。はい、ということで今回はね、10月の下旬に行われました Adobe Max で購入した、Adobe のね、公式グッズ、クッションと、手拭い、これね、手拭いと、そして、ハードカバーのノートをご紹介しました。まあ、これね、語りたいと思います。また、手拭いは使いたいと思います。また来年も、Adobe Max が行われたらね、また、公式グッズをね、購入したいと思います。はい、ということで、今回この件で失礼します。また。